ビクトリアはカナダブリティッシュコロンビア州の州都。同州南西部に大陸側とはジョージア海峡などを挟んで横たわるバンクーバー島の南端部にあるブリティッシュコロンビア州内の中で一番南に位置しており、気候は温暖。春から夏にかけて色鮮やかな花々に囲まれた英国風な街並みからは本土とは違った風情を堪能することができる。衛星都市も含む 都市圏グレータービクトリアの人口は約35万7千人で、バンクーバー島では最大。主要産業は、観光、政府、経済など。1700年代に、ヨーロッパ人が入植するまでは、先住民族の海岸、サリッシュ族の居住地域であった。1843年、ハドソン湾会社が毛川貿易の拠点に、ホートカモザンという取を築いたことが起源である。 1849年、バンクーバー島がイギリスの植民地となってからは、女王の名からビクトリアと命名された。後に、フォートビクトリアと呼ばれ、その首都となる。この頃、ブリティッシュコロンビア本土に近郊が発見されると、一角千金目当てに多くのアメリカ人が押し寄せ、ビクトリアを経由していった。1866年に本土のブリティッシュコロンビア植民地と統合されても、 ビクトリアは首都の地位を保った。1871年、ブリティッシュコロンビア植民地がカナダ自治療に加入してからは、ブリティッシュコロンビア州の州と、長くイギリスの統治下にあったビクトリアは、現在もアフタヌーンティーやガーデニングなど英国の風習が色濃く残っている。1933年にカナダのバンフで開かれた太平洋問題調査会会議に、 日本代表団団長として出席していたニトベイナゾウはこの地で倒れ、10月15日に71歳で永民している。ビクトリアは北緯49度線より南にあり、カナダ西部では最も南に位置する都市部である。太平洋とジョージア海峡を結ぶファンデフカ海峡に面する。米韓国境が通るファンデフカ海峡を挟んで、米国ワシントン州のオリンピック半島と向かい合う。 気候は、地中海性気候となり、カナダで最も温暖である。過去最高気温は2007年7月11日の、摂氏36.3度、過去最低気温は1950年1月28日の低、摂氏15.6度である。ビクトリアの港 BC 州議事堂、BC 州議事堂、インナーハーバーフェアモントエンプレスブッチャートガーデン、ブッチャートガーデンカナダの中でも温暖で、 美しい街並みというイメージがあり、バンクーバーからも近く小旅行の目的地となっている。主な観光地は、夏季の通り。ブリティッシュコロンビア衆議会議事堂、ジエンプレスカナダ、エスチャイナタウン BC ミュージアムこれら観光地の他にも、馬車での市内散策や、ダウンタウンのハーバーから出発する、ホエールウォッチングなどが行われる。ビクトリアは、夏季の都市と、姉妹都市締結をしている。 ありがとうございます。